さあ、で、ここから先はね、工事中ですよっていうことで、我々は、そこのとして、ダイヤインさんから出てきましょう。先の方に入ってグミとかも作ってますもんね。おお。あ、そのね、この街もこれが限界だ。これ360円ですね。一瞬ダイヤのジャストから休もうかな。なんか思ったよりも眠気が。多分さっきご飯食ったからだろうな。カレー食ったら、血糖値スパイクが。あ、やべえ、ちょっとやばいね。ちょっと血糖値スパイク来ましたね。ゴロゴロチキンカレーで、ね、さっきあれ食べたことないね。あそこ毎回ね、食堂は入ってますからね。大丈夫です。曲がればね、すぐそこにイオンがあるんで、ひとまずね。こんな感じで作ってるんですね。砂いっぱいだ。そう、そこから入るんですよね。横のところとか、ここら辺が入ってなかったですよね。でも、テレアイの日本通行にはさ、ね、入るオンリーに書いたんですね。ここは入ってよかったよね。大丈夫やな。登っていいんだよな。なんかもうえらい寒い感じになっとる。大丈夫だ、大丈夫だ。一方、完全一方通行の形ですからね。ない入り口に、程よく近いところで、ね。
よし。まあ、ダイソーで飲むんでも、いや、イオンじゃないから、イオンだ。これ、飲むんでも買って。ちょっと、休みます。ちょっと、フラッときた。おはようございます。なんやかんや、小一時間ぐらい寝落ちしたみたいで。起きて、ちょっとダイソーでね、そりゃ、欲しいもんがあったんで、それを買って、あとね、せっかくなんで、マックシェイクを買ってきました。バニラのマックシェイク。よいしょ。暑いんでね、シェイク飲みながらね、倉掛峠に挑んでこうじゃないかというわけでございます。このイオンも老朽がすごいですかね。もうそこのやつも、すっかり、剥がれ落ちて。まあ、もうジャスコの時代からそのままですからね。いや、はやという感じですね。あ、うめ、ま、暑くなった車内で飲むマックシェイクってなんかやたらうまい。ここでシェイク飲んでると、鍋で仕事してた頃思い出してますね。もう、ここはすぐ隣だったんでね。よく。ここのマックは使ってましたんでね。よいしょ。さあ、いや、気を取り直して、ほんと暗くなる前に、倉掛峠、走っていっちゃいましょう。よいしょ。1時間でもやっぱ寝るとだいぶ楽になりますね。さあ。じゃあね、こんな感じですね。ぐるぐると。意外と下の駐車場は埋まってましたからね。よし。あとそう、大事なことを忘れとって、イオン銀行、引きを、じゃ現金を私1000円ぐらいしか持ってなかったんで、しまったしまったって。そうだ、イオン銀行はちょうど下ろせるわって言うんでね、下ろしてきても万全ですね。で、出口はこっちですよ。ここの感じはガラッと変わりましたね、これができて。高速が今作ってますんでね。完成するのが先かね。ここも老朽化はね、だいぶ進んでますからね。昔の打たれとったところはもうすっかりさらちになって久しいですけどね。お、どこ？スイちゃんか？がっつりスイちゃんだ。そっちの方のお店に出るんだったら、あっちのでかい通り出なくても、こっちの細い道からね、行けますからね。